にも今日ペイちゃんね、さあ妖怪ウォッチ2やっていきましょうということで、今回ですけども対戦をねやっていこうかなと思います。まあなんでかというと新しいパーティーをね作ったんで、まあ結構ネタパなんですけど、まあ紹介していきましょう。今回はねちょっと俺自身が使ったことない妖怪をね結構使ってるんで、パーティー紹介、マスクドニャンを2体まず入れています。どっちもね、荒くれです。今回は妖術パーティーなんで、献身的にする必要がなかったんでね、荒くれで、まあ、追撃、攻撃要員として入れております。まあ、壁役、兼任ね。で、人任せ人も2体。俺、これ何気に初めて使うんだよね。まあ、非動で素早さアップ、性格補正とスポクラ入れて、で、最終的に頭脳的に性格を変えております。まあ、取り付きじゃなくてね、最終的に、なんだろう、あれ、こいつらがね、風魔猿が死んだ時に、妖術放つようにね。で、風魔猿は一応ね、これ妖力全振りなんですけど、まあ、最初ね、クリティカルが出やすくなるコンをつけて使ってみたんですけど、あんまりね、クリティカルが、出なかったんで、まあ1か8か呪文の杖に変えております。まあ素早さが下がるんですけど、まあそんなにね、そんなに影響ないかなと。70ぐらいだったらね、まあなんとかなるかなという感じで、まあということでやっていきましょう。まあ昨日ね、コンとか、まあ、装備とかいろいろ変えつついろいろやってたんですけど、まあまあまあなんとか形になりそうだなということで、今回妖怪シーン満点まで戻っていこうと思います。ということでよろしくお願いします。1戦目いきましょう。勝ちてえな。いや、このパーティー何が強いかって、初手4連撃いきます。雷神の術で、人任せ人の雷神の術で、ぶっ刺さっていく。はい、倒していく。いいぞ。で、さらに人任せ。4連撃。これやばくない？怖くね？これ。まだ来んの？まだ来んのってないでしょ。いいぞ、これ。ちょ、それある？そんな2連撃回避ある？倒せ。はい、オッケー。まあ、こんな感じよ。初手の風魔猿4連撃で、一気に相手の壁をなくしていくっていうね。そういう、感じになるネタパーティーです。別に強いのかな？強いのかどうかわかんないけど、面白いし。うわ、きついなぁ。あ、ちょっとなんか、それやばい。よしよしよし、ナイス。倒していく。これは、勝ったかな。ただね、若干やっぱ素早さ70ぐらいまで下がってるんで、若干だけど、まあミスする可能性は上がってるんだよね。やっぱ100以上はないとちょっと、あれだよな。まあそうじゃなくてもね、普通にミスるときはミスるんで、まあそこは割り切って、まあネタとして使って、あ、それやばいよ。あそこでな、ちょっと人任せ出てたら多分落とせてたかな、こいつ。まあまあまあ、一応マスクドと、人任せ人を差し出して、まあ、ここはこっち勝てるでしょ、マスクド。はいはい、そっち耐えるんだ。まあまあまあいいや。あ、補助にね。これで武士には落とせれば、よし、ナイス耐え、ナイス耐え、それはでかい。でもこれは勝てるかな。武士には落としてしまえば、もうあいつに関してはね、ほとんど攻撃してこないから。人任せ。よし、ナイス。こうやって落としておく。あとは、花保人だけですね。そしたらもう3人前出して、もうガンガン攻撃して、そっちなのね。ライ、雷使わないんだ。なんか面白くね、これ。あんまり見ないでしょ。風魔猿って。新しくない？一応スキルが先行スキルだから、先行コンつけなくても、最初の一手だけ先に打ってくれるんだよ。で、人任せ人と合わせて4連撃、まあ、こんな感じで壁を落としていくと勝利。ナイスです。ケイタさん、対戦ありがとうございました。お、あと1回勝てば満点いくな、これ。戻れるぞ。お、来た。ケイタさん、妖怪シーン、勝ち点3000点満点だね。よろしくお願いします。さあ、どんなパーティーがやってくるのか。まあ、そうだな。弱点って言ったら、もうあれだね。カサマ人とか、カラカサマ人とか出てきたら、もう罪だよね。速攻で終わる。だって物理アタッカーね、マスクドニャンぐらいなんで。さあ、ということで、かかってこいよ。準備長いな。来た。いざ、勝負。どんな？おわー、来たー。認めんか。火力でゴリ寄せねえかな。どのくらい、どの程度ダメージ入るかだよね。クローニも一応ね、4発撃てば、落とせる計算にはなってるんだよね。だいたい130か140ダメだから、
4発連続で撃てれば黒鬼ももう初手で落とせる構成にはなって、一応そこはね計算して作ったから、あとあの厄介とかも4発出れば落とせる、そういう計算です。そういう、火力に調整してるから、一発もう一発あは回復しちゃう2連撃いけばあーガードしちゃうのね。相手の必殺が来る前になんとかかんとか黒に落としたいけど、ちょっと間に合わないかな。これガード入っちゃってるかな。ガードなければ多分落とせるんだけど、ああまあ多分これで認めの必殺来るだろうね。そうっすよね。まああいいぞ、続け人任せ、今打てば黒に落とせるぞ。あーダメだったかこれきついな。まあでも分かんない、今すぐ向こうが俺らを倒してくれればワンチャンいける。あと一発だよ。サボってくれてもいい、サボってくれた、よし、はい黒鬼を落としていく。で次はまあミトメンを落としたいところ。まあでも多分これこの風魔ザルと人任せに落ちたところで、まあ、タイミングよく必殺を打ってきて、なんか後ろに控えてるビシニャンかなんかの必殺が飛んでくるんだろうなきっと。あーもう準備入ってる。いやでもこれワンチャンさ、ワンチャン人任せ人の人任せで落とせるかもしんない、このミトメンを。まあ、それか早くなんか、あーそうやってさ、あの自滅してくれたら裏から先行の、猿がね2匹実質2匹出てくるから、まあ、そしたらミトメン落としの穴保人落としのっていう感じで一気にそこそこ戦えるくらいにはなるんだよな、うん、でもなかなか相手も光栄出してこないね。後ろなんだろう、とどめきかな。だいたいこのパターンってとどめきとか武士ニャンとかね控えてんだけど、はい、これで落としていく。その必殺は間に合わないでしょ。よいしょ、オッケー。あとは花保人。ほじっていく。なんで声なんなの、なんで必殺チャージのやつ出ないのなんか必殺のやつ出ないんだけど。まあいいや。まあ撃っていく。相手これ切断してるもしかして。ワンチャン黒に落とされた時点で、ああそれ、えなんでこれ、いや左右の美脚は分かるんだけど真ん中の美脚は何どういう要素。まあいるだけで、あの公園にいるだけで前衛の体力が回復するけども、それだけのために入れるのはだいぶもったいないな、あんまり効果強くないからね。まあいいや勝ちましたねこれ。いらんだな、撃つ必要ねえだろそれ。はい、よいしょ、いきます。風魔雷電、あんまりこれ見たことない人多いんじゃない、意外と使わないし風魔雷なんて。俺もだって1体しか持ってなかったの今回ね。人任せ人と風魔雷電初めて使うから4体育成したんだよ、めちゃくちゃ大変だった、お金集めマジで鬼人の指輪マラソン2回やったもんね。2.5 回か。はい、ということでケイタさん対戦ありがとうございました後ろ何だったんだろうな。次行きましょう。お、来た、コウタロさん妖怪神よろしくお願いします。さあこれラストにしましょう。勝ちてえなー、ラスト何が来るか。カラカサ魔人だけはやめてください。いざ勝負。うわー来た、三つ股か。まあまあまあ、でもラガモスにはこれぶっ刺さんじゃない。結構人任せ入る。あ、大滝か。ってことは雨女とか入ってるな後ろに、きっとね。まあそう、普通の人だったら雨女とか入れてる。てか多分火力的にも多分1、2体は入れてると思うけど、どうだろう。超我慢発動していく。あ、オッケー。ほんで、あー、やばいぞ。まあでも入るか。ナイス取り付き、それは嬉しいよ。ミスったな、こっち出したらミスったな。戻して、大滝来る前に戻したい。間に合ってない。くそ。いやー、今サークルミスったな。今のは一発耐えるべきだったわ、こっち側で。落ちろ。
ガマンモスを落とさないことには始まらんぞ。これ多分アメオナ2体だな。ガマモスのガマモスとガマモスの間に2体挟んでる感じだわ。このフルマザルが落とされちゃったらきついんで、ちょっとマスクドニャンでナイス。それを待ってた。壁を落としてくるのを待っていた。もう一発ぐらい多分人任せに来るでしょ。人任せが来たら戻していく。あっ、あ、そうだよね。あ、びっくりした、時差が時差がさ意外とあんだよ。はいはい、アメオナ2匹で、これはもう弱点ぶっ刺さりなんで、多分速攻で落としていく。それ持ってんの、それ意外すぎるんだな。ちょっと待って、それは少し意外でした頑張れマスクドニャン、マスクドニャン頑張れ。ここで一発後ろで受けて、わあ、やっぱそうだね。まあでもこいつももう死にかけだから、ナイス、いけいけ、ナイスナイス攻撃、それでかい、それ神、それ神で、これ必殺で落ちんじゃねえ。三つまた耐えるよな、人任せに。これはいはい耐えるよね。よし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 、さあこいつをぶっ放して、あーと逃がされていく。いやでもあと多分三つまた一発ぐらいなんだよな。ナイス、オッケー。さああとこいつだけだ、ガードすんなし、落ちんだよマスクが、落ちんだよ頼む、粘ってくれ、ここ粘りどころ、ここ粘りどころ、なんでそれよしよしよし、いいぞ、ここ粘れ粘れ、これ耐えろ、耐えればでかい。うわ耐えない、頼む人ばっか頑張れ。よし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 、よかった、性格頭脳的にしといて、性格頭脳的に変えといてよかったわ。これ軌道のままにしてたら多分取り付いて終わってたわ。よかった最後最後人任せに同士の戦いだった。はい、ということでいかがでしたでしょうか、お猿さん4体パーティー。まあ結構ね使ってて楽しいかな、まあ、もちろんね勝つだけだったら、まあ、それこそねデバイスとかね、あのブシアンとか使ってればもっと勝率高いと思うんですけど、まあ意外とねこうやって人の使ってない妖怪とかを使って、まあなんか新しい戦術、今回みたいなもう初手先行4発、ぶち込んでいくとかね、で壁を落としていくみたいな、なんかそういうね新しいなんか、戦い方もね面白いんで、まあよかったら、試してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。